そう、何でもない。
私はボカケルをマスクから集めたりとか、キスピースを作ったりとかっていうのも考えたりとかします。で、このゲームのセールスポイントなんですけど、短い時間でできるっていうと誰でも簡単に遊べるっていうので、テクニックみたいな気軽にできるような感じのゲームなのではないかなっていうのを。さらに集めるアバターがあるので、子供とか女性が興味を引きやすいっていうのがと考えていますね。で、引きやすいっていうのが、まあ、カジュアルゲームっていうのはなんか簡単にできるっていう点もあるんですけど、逆に飽きやすいっていうなんか欠点もあると思うんですね。なのでアバターを集めるっていう要素でいうことです。後から続いて評価の方。